シェイカーのモアを、リクエストいただいたので解説していきます。まあ、これかなり昔に、タブなしで演奏だけ上げてるんですけど、その時は何やったかな、歌このカラオケをバックにメロディーラインを弾いたんやったかな、なんかそういうなんか上げてますけど。まあ、また概要欄にそれも載せておきますということで、まず、有名な頭ですね。頭のこれがまず一番最初が、3弦の9で2弦の878、1弦7、2弦の787、3弦9でもう一回2弦878で1弦の8で787とハンマリングプリングで2弦の10と8で、これはずっと同じっていうか、これ頭の9、3弦9で、次にここが3弦の9が8になって半音ずつ下がっていきます。次7、感じで、ほんで今度それの1オクターブ低い、でまず最初に5弦の7で4弦545で3弦4で4弦の454で、また7、5弦7、5弦545、4弦545で3弦が5で454とハンマリングプリングして、で4弦の75、まあ、これをまた5弦だけ半音ずつ下がっていく感じで、まあ、それでこれをちょっとミュート気味に弾くといいと思います。こう、これがイントロですね。でこれはまたソロ前にも出てきますけど、それであと A メロがまず、A メロの前ね、 A メロの前にダブルストップでこういうフレーズがあります。これが、4弦5と5弦の7で、これを1音ずらします。7と9で、今度4弦の9と5弦の10、まあ3度のハモリみたいな感じ で次にこれが、4弦の4と5弦の5で、4弦5と5弦7で1音ずらして7と9
で今度それがさっきのこれが1弦下に下がります、3弦の4と4弦の5で5と7で7と9やね。これを3回やんねん。4回ぐらいやって歌に入っていくということで、でまず A メロが Em で、その次に Em を半音ずつずっと下がっていってもいいと思うんですけど、これでもいいんですけど、本当は多分ベースだけ半音下がって、この5弦だけ、まあこれあの E の、パワーコード、5弦7と4弦9でやってますけど、で5弦だけ半音下がって6へ行って、4弦はそのまま、4弦の9はそのまんま、で5弦だけ鳴らしてやる、5弦だけ。C の間の D フラット、これも多分4弦の7はそのままで、 C B7 でいいか、まあ B でも、まあこんな感じですね。これを2回繰り返します。これで C で B メロが C で D で、このあとこういうのがあります。これが、4弦の4で5弦の5、まあ5弦の5をペダルにする感じで、4弦で4で5弦の5、4弦5で5弦の5、4弦7で、DC、C で D で、これがいって DC、ほんでもう一回、ここで終わります。でこっから C メロがさっきの Em から半音下がっていくやつを、あの1小節ずつ、で C へ行ったら D へ上がる、これを2回いきます。こんな感じで、これでまた頭のこれが入って低い方へ行ってギターソロに入っていくと、ここまで行ったらギターソロが、このピッキングハーモニクスが入ってるんですけど、これがなかなかね出にくかったんで、これまず3弦の14チョーキングして2弦の17をピッキングハーモニクス、こんな感じだ。で2弦の12、13で3弦14チョーキングで、下ろしてきて12、14、12ハンマリングプリングで、そのまま12から11へスライド、で次が3弦12チョーキングで、11、12、11とハンマリングプリングで14、4弦の14、これを2回やります。で3弦の16へスライドして、3弦16で2弦17、また16で17、16、17みたいな、で最後に17をチョーキング、
次が。こういう感じです。2弦17、1弦15。で、19、15、プリング。2弦17で、1弦15。このパターンやね。で、今度は20から15へプリングして、さっきと同じ。2弦17、1弦15。で、また19で、また同じ。要は、こういう感じです。で、1弦17、15、2弦19、17。で、この次に、2弦の15、17、19で、1弦15、17。で、1弦15。今度さっきのやつを戻る感じですね。2弦の19、17、15。1弦の17までいったら戻ります。で、一瞬2弦の17へスライドして、1弦14、15で2弦17チョーキング。これを2回。で、下ろして15、17。次が。1弦15チョーキングで、12、15、12ハンマリングプリングで2弦の15をチョーキング。これを2回やって、最後に。3弦14チョーキング、1弦12で2弦の15、12。これを4回。まあ勢いでいく感じですね。で、最後が2弦の17と1弦の15をこうランダムに。っていう感じで。ではもう一回ゆっくりいきます。最後エンディングは、これで終わりです。まあこれはさ、あの頭でやった。この5弦の7から始まるやつを2回やって、で3回目に、で E マイナーで終わると。っていうことで、以上になります。